はともと浅野家、若狭の陣屋に残る札座を残したいというクラウドファンディング。え今回は札座の屋根の、ね、雨漏りを防止するための応急修理をしたいというクラウドファンディングですが、残すところあと1週間になりました。目標額に到達できるかどうか微妙なところですので、皆様のご支援、ご協力をお願いします。 若さの陣屋の札田って一体どういうもんなんですかっていうことを知ってもらうために本を作りました。2022年に一冊作って、今回新しいのを作りました。というのは、2023年の2月と今年の2月に札座の徹底調査を行って、ヘリデイジマネージャーの方がですね、たくさんやってこられて、 で文化財保存の専門家の方もですね、指導に来られて、札座を徹底調査して、無駄札を発見したり、あるいはこの札座のですね、完璧な図面を作ったりしましたので、でそういう知見を盛り込んで、2024年版を作りました。数日前に発行したところです。で今日はこの本を紹介します。 2024年版ですが、現在、電子書籍の無料キャンペーンをしていますので、ぜひ無料キャンペーンの方でダウンロードして読んでください。これが今回作った本です。電子書籍はプリントレプリカになっています。電子書籍版は現在、無料キャンペーンで 0円になっていますので、ここをポチッとしていただきますと、無料でダウンロードできます。ペーパーバック版の方なんですが、2022年版は1500円だったんですが、今回ですね、英語版を A4 版に大きくしてで、ページ数を少なくしました。ページ数を少なくすると、値段を抑えることができるので、 1500円をですね、1000円にまで下げることができました。これでギリギリですのでね、ペーパーバッグの方がいいという方は、1000円の方でお買い求めください。内容をですね、見ていきたいと思います。サンプルを読むという、ここをクリックしますと、内容が出てきます。さっき、電子書籍とペーパーバッグと全く違ちゃって言いましたけど、上に、 Kindle とペーパーバックとありますのでね、比べてみたいと思います。現在映っている画面は、これは電子書籍です。ペーパーバックに変えてみます。こちら、ペーパーバックですね。全く同じものであるということが理解していただけたかと思います。このようにプリントレプリカというですね、電子書籍は、まず印刷する本を作って、で、これを 電子書籍ににファイル変換して作りりまますすのので全く同じものになりますサンプルはペーパーバッグの方がたくさん読むことができますので電子書籍の方を買おうと思っている方もサンプルについてはペーパーバッグの方を見てください一番上げの写真は今年の2月12日にヘリテージマネージャーと文化財の専門家による札座の徹底調査をしている時の様子です 現在、クラウドファンディングをしています。屋根のね、この辺りの雨漏り防止をしたいんですね。若さの陣やクラウドファンディングで検索していただけますと、Rady4 のクラウドファンディングにつながります。さて、今回、なんといっても棟札を発見したというのがね、すごいことで、この建物には棟札はないとされていたんですが、 屋根裏をですね、徹底的に探し回ったら、ありました。安政3年3月の胸上げ式のものと、安政3年5月の竣工式の時のものです。で左側は、これ、反札で、文政5年11月の文字があります。文政5年は1822年、こちらは1850年代ですので、30年の差があって、 反殺を発行したときに札座はあったのかというと、実はあったんです。安政3年5月の胸札の裏側に定義が書いてあります。文政年間に札座を立てて反殺を発行していたが、天皇者が一度引き上げて、で安政年間に再び反殺発行業務に復帰した。でその時に札座を大規模に 建てて替え改築したとといいうことが書いてありますでどこをですねどのように改築したのかというその痕跡はこの本を読んでいただけると書いてありますのでそれをご覧くださいで若狭の神社は敷地がすべて残っていて札座というね建物まで残っていますので旗本神社ってどこに行ってもそれぐらいの保存状態なんじゃないかと 思うかもしれませんが、実はね、旗本陣屋の保存はですね、難しいんです。というのは、陣屋はもともと堀とかね、石垣がないので、お城と違って、平面のとこにあることが多いのでね、更地にして家建てちゃおうとかね、小学校にしちゃおうとかね、そういうのが多いんです。大名陣屋は規模ある程度大きいですけど、旗本陣屋になるとね、規模が小さいのでね、 したがって、鳩本陣と神で敷地が完全に残って、そこに建物まで残っているというのはね、めっちゃ珍しいんですけどね。あいよは、若さの神社を史跡にもしないし、札幌は文化財保護審議会が、こんなん残す価値ないしって言ってますね。あいよの文化財保護審議会がね、まあ価値ないと言っていいとう。まあ私は価値があると思うのでね、自分のですね、感覚を信じて、 保存運動しましょうと思っています。で、さっきね、後本陣屋ってあんまりね、残らへんって言ったでしょ。赤江藩にはね、文化二つあったんです。若狭野と家原です。では、家原の方の陣屋はどうなっているのかを見ますね。赤江藩は赤江軍の他に、加藤軍、加古川の中流域に8000石ぐらいかな、領地を持ってました。 で、そこを統治するために作ったのが穂積陣屋で、で、後にそこから3500石を咲いて、家原朝野家を作ったんです。で、家原朝野家が作った陣屋が家原陣屋です。では、その穂積陣屋、家原陣屋はどうなっているかと言いますと、家原陣屋の方は温泉保養施設になっています。陣屋の移行は全く ありません。次に、穂積陣屋の方ですが、穂積陣屋は、赤江藩が加藤軍の飛び地を統治するための陣屋で、軍隊は吉田中左衛門でした。赤江藩が亡くなった後、ここは旗本八木家の陣屋になるんですが、現在、太陽光発電になっています。と、こういうふうに、旗本陣屋で、 敷地が残っていることすらないのもあるし、まあ、残っていたとしてもですね、建物が残っているなんていうことは、ったし、めったにないことなんですね。ということで、若狭の陣屋の札座というのがですね、旗本の陣屋というジャンルに入れますと、とっても保存状態が良くて、 で、しかも、殺座が残っていて、この殺座というのがですね、また暗殺発行に伴う役所で、殺座で検索しますと、日本で一つしかヒットしません。日本唯一の殺座です。殺座に似たようなものに切手解書ってのがあるんですが、切手解書もですね、日本で一つだけしかヒットしません。例えばや士藩三木陣也の切手解書です。暗殺を扱う 役所の意向は今、日本に2つしか残っていないんですね、まあ。ということでね、若狭野神社の札座ね、価値があると思ってね、保存運動をしているので、旗本浅野家若狭野神社札座保存プロジェクトクラウドファンディング、残すところ1週間です。支援、ご協力をお願いします。とともに、今、この本、無料キャンペーンをしていますので、 ダウンロードして読んでいただけたら嬉しいです。